皆さんこんにちは、山本真央です。お願いします。お願いします。ゴルフの撮影で今日はじゃん今日は、はい、前真央ちゃんフィッティングを受けたことがないって言ったんで、そうです、はい、もっといいクラブあったらいいなと思いまして、はい、調布にあるゴルフパートナーフィッティングスタジオ、はい、調布にやってまいりました。本当に初めてなんですよ、フィッティングが。やっぱめちゃくちゃ楽しみなんですけど、早速中に入りたいと思います。はい、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミネさんです。お願いします。店長兼フィッターミネと申します。よろしくお願いします。お願いします。フィッティングが初めてなんですけど。もうそういう方大歓迎でございます大丈夫ですか、ね、大丈夫です。はい、じゃあどうぞおかけいただいて、はい、平均スコアとかっていうのは確認されますか。85。はい、素晴らしい。習ってらっしゃいますどっかで。そうです、小5ぐらいから3年間ぐらい習ってて、うん、そこからはなんかぼちぼちゴルフを、はい、ざっくり分かればで大丈夫ですが、はい、平均のパターン数とかって分かりますか。パターン数か、ちょっとざっくりでいいです。ざっくり、うん、何ありってことだけは、そう、何あり、何ありってことだけは分かってます。スリーパットすることもそんなに多くはない。いや、ありますね。あ、ドライバーで OB のことありますか。ドライバーはあんまりないです。はい、はい、あと今お使いいただいているクラブなんですけれども、はい、テーラーメイドの M4、はい、M4、ドライバーですが全て。今日ちょっとクラブを、はい、持ってこれてないんですけど、本来はですねクラブをお持ちいただいて、しっかりこう測り比べさせていただきながら、はい、ご納得いただくというのが、まあ、基本になります、はいはい、今日は近しいものでご案内させていただきます、はい、もしこのフィッティングにご要望いただくとすれば、例えば飛んでほしいのか安定感が欲しいのかいろいろあると思うんですけど、飛距離が、はい、かしこまりました。今だいたいドライバー何ヤードぐらいのイメージですか。210とかですね。はい、もう10ヤードぐらい飛んだらいいかなと思います。はい、かしこまりました。はい、ちょっとじゃあその行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ミネさん、はい、クラフト歴、はい、だいぶ長いとお伺いしたんですけど。そうですね、15年ちょっとぐらい、はい、ミチル法もやってます。お店の店員さんとしては20年ぐらい。ああ、なるほど、はい、クラブの知識も分かるし、はい、クラフト系もそうですね、はい、最強じゃないですか。いい、とんでもございません、うん、すごいよね、調布に こんな場所だ、はい、最近ですか、ここできたの。はい、オープン4月の28日にさせていただきました。本当今年なんですね。はい、まだ半年経ってないお店になります。そう、ちょっとお伺いしたんですけど、まあ、ゴルフパートナーの最高峰のクラフトマンで、ミネさんが、ですごい、だってめっちゃありますよね、ゴルフパートナー。そうそうそう、はい、その中のもうキングオブ、すごいキングです。お願いします嬉しい。本当にだからプロとか研修生の方とかも、訪れてくる、もうミネさんも訪れてくる。もうミネさんが北海道行ったら、行ったことないと思うんですけど、北海道に行っちゃうぐらい、もう本当そのぐらいですよ。すごい、って聞きました。うまいじゃないですか。そう、そこでめっちゃシャフトとかあるじゃないですか。そう、この環境でそのフィッティングができるっていう。へえ、すごい。そうだ、ちょっとね、はい、10ヤードとは言わず、そうですね、いいクラブが見つかるといいなと思うんで、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。よろしくお願いします。軽くウォームアップはしましょう。さすがに、いきなりドライバーは何なので、はい、軽くちょっと打っていただきましょうか。です。ちなみに重いですか、軽いですか、硬いですか、柔いですか。なんとなくあれば柔らかい。重さ、ちょっと重いかな。はい、そうなりました。です。なんかもう当たり前のようにトラックマンが、はい、はい。ミス、これトラックマンって他と比べて良さ。はい、どんなところがですか。そうですね、一般的な計測器って、飛距離が出る、ヘッドスピードが、スピン量が測れる、だいたいそのぐらいが
基本にはなってくるかなと思うんですけど、うん、トランクマンの場合は入社格が測れたりとか、うん、あとはクラブパス、要はクラブの通り道ですね、うん、どんな風に振る方なのかっていうのが見れたりとか、そういう細かいところまで結構見れるので、うん、そのあたりが一番大きい部分だと思います。あ、じゃあ先ほどアンケートで聞いたのと実際のデータを照らし合わせて、はい、もうドライバーとドライバーじゃないヘッドとシャフト、うん、もう見つかったみたい。早い。では、はい、ドライバー打っていただいている姿をちょっと見たいなと思いますので、はい、今お使いいただいているのに近しいんじゃないかっていうもので一旦試させていただきますね。では、はい、ちょっとドライバーを、はい、試していただきたいと思います、はい、使っていただいてるのに近いですか。はい、近いです、はい、すごい、すごいね、なんかこんなにあるからさ、それで近いの当てるってすごくない？すごいです。自分でやったら無理だよね。無理だ、これ何もわかんない。まあ、ほぼ勘ですけどね。まあでもね、長年のあれですよね、経験ですよね。そうっすね。ナイス。ほぼ宣言通り200から200ちょい、うんうん、ありがとうございます。はい、さっきできればクラブがあった方がいいってあったじゃないですか、はい、今結構ヒアリングだけでも これだってなんか似たようなのを当てれてると思うんですけど、やっぱそれはあった方がいいんですか。はい、そうですね、実際お使いいただいているクラブの例えばその長さだったりとか、そうか、まあ、重心の位置だったりとか、うん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 、やっぱりそれぞれのクラブでちょっとずつ違うので、確かに、はい、なのでしっかり比較をさせていただきたいと私は思ってる。うん、確かに、そっか、なんかこれいいって持って帰ったらなんかあれなんか長かったぞとか、はい、まあ、あとそっか、持ってきてここでこの計測器で間違いなく良くなってれば実際も良くなってる、はい、っていう、はい、比較、まあ、間違いないですもんね、その、はい、そっかそっか。いよいよドライバーをいろいろ出させてもらって、はいはい、ちょっとこのセットを使いながらいろいろ試していきたい、はいはい。